弁天島みなさんこんにちは左極下新サイザー奏者の西村直樹ですここ今日2022年7月22日金曜日のの今日のスーの言葉はある日ニコニコ笑顔<だ>ニコニコ笑顔嘘<だ>そして今日の b g ムは金子光の詩 一この中から「弁天島」をお送りしています山口県長門市大正末期に天才童謡詩人と言われた金子美術来年が生誕200年。 小学生子どもそして大人まで含めてそれぞれの感動が違う素晴らしいこんなに分かりやすいし同様詩人それでいて感動は深いものがそれぞれにあります是非手に取ってその感動を味わっていただければと思いますそれでは今日一日が皆様にとって素晴らしい一日でありますように。